はい、どうも皆様こんばんは。道理源というものでございます。今回も芝居時給やっていきましょう。今回ですね、まあここで今9月の30で止めてるんですけども、これなんでかっていうと、これ最終日なんですよね。今シーズンの、最終戦なんですけども、ちょっとこれ見たいなーっていう理由がありまして、その理由がここにあります。宇山くんが、9勝9敗、あと1勝でね、初めての2桁勝利、4年目5年目にして初の2桁勝利になるんじゃないかなというところなんで、それを見てコンパートは終わってドラフトまで行きたいなと思っております。さあ、それでは早速観戦試合で見ていきましょう。ホットモットフィールド神戸です。さあ、始まりました。最終戦、千葉ロッテマリーンズ VS、弱小アベンジャーズ。さあ、二桁勝利見たいね。いやー、頼むわ。安田29ホーマー99打点、とんでもねえな。これが25試合目の登板。さあ、25試合目宇山、防御率は 3.97 とそんなによくはないんだけど、ただな、この弱小アベンジャーズでな、10勝できるんだったら、この段階で10勝できるんだったらもうグーエースよ。見てえな。なんか2桁勝利がいるチームか2桁勝利がいないチームかっていうと、その最下位でも格が違うよね。投げました。3球目空振り。エースはいますみたいな。あれ、野間ってどっていたっけ。投げました。153キロ直球。ここは空振り三振。藤原3割3分5厘23ホーマーえっぐなんすかこいつ。投球これから2球目。低めギリギリいっぱいストライク。藤原とネオどっちが育つんかな。第3球を投げた。インロー際どい球。そう、ワンツー。なんか藤原の方が育つかなと思うんだけどね。ちょっと肉体がね、とんでもなくいい。投げた。打ちました。ただここはセカンドゴロと。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者福田。さあ、バッターは福田。なんか僕よくロッテ戦見ますね。まあ多分あんでまあうわー、初球引っ張られたな相手。まあしょうがない。こちらが先ほどの先制のシーンです。そんなに悪い球でもなかったけどね。バッターは4番。そうか。さあ、バッターはマクレガー、2割4分38本。バレンティンみたいな顔。投げました。打った。これはファースト。ここはファーストゴロで、スリーアウト。そのままベースを踏んで、いやー、ホームランで1点捉えましたが、先制点を奪う。まあ、なんとか別にここら辺だったら2点か3点ぐらいは取れるんじゃないの。今永か相手。どういった立ち上がりを見せるか。いやっすね。1回の裏、阿部攻撃に入ります。バッター東海のスラッガー裏。URA、URA はね、2割6分の5ホーマー。第3球を投げました。今シーズン、昨年2割3分ぐらいやったんで、そう考えると2割5分超えたのは良かったね。で、長谷くん、期待の2年目長谷くん、パワーヒッターを覚えてドッテキラー対左 B と。これは今永絶対殺すマン。ただここはツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは瀬戸くん。瀬戸くんが今シーズンあんまり打ってないんだよな。2割4分10ホーマー。瀬戸くんとな、もう一人ぐらい欲しいよね。これはヒットか。ヒットだ。バッターは田上。結構対左投手 B がね、増えたんすよ今シーズン。投げました。2球目空振り。だからいろんな選手が対左上がってる。
第3球を投げた。ここは空振り三振。今永に軍配が上がります。1回が終了しまして41勝してんだ、すごいね。はあ、もうそんなやったんだ。昨年29勝だったんで12勝プラス。本当順調に上がってますね、成績は。マリーンズリードで迎える9回です。ツーアウトランナーなしという場面でロマンあふれる。あっと引っ掛けた。さあここ長谷くん取って、スリアと。さあ宇山は、2失点の9回完投。さああとはもう味方の逆転を祈るのみ。ここは小野くんですね。おお、小野が今守護神なんだ。さあバッターは奥井陽介、先ほどツーベース打ってます。これファールボール。1球目ファールから。いやー、これ当てただけの外崎取ってワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター西原くん、3打数2安打。こういうところで打ってほしいな、頼むわ。第3球を投げた。まっすぐ見送ってストライク。ワンツー追い込まれた。いやー頼む。次は4球目投げた。ボール平行カウント、ヒット1本でいい。とりあえずどうだ、これはうまい。ナイス。さあ今日3本目のセンターへのヒット、猛打賞となります。今シーズン11度目の猛打賞となります。いいっすね、コンスタントにヒットを打ってるのはいいっすね。さあここでミセ君が、ダイソーで登場。さあここ走ってくるか。走った、これはヒットエンドラン。どうだ、無理。ああのこと強い。野間くん肩強すぎません？そりゃ無理だわ。何あの低空飛行、止まんねえな、たまんねえな。ターニングポイント。さあ1本出れば逆転。第2球見送ってボール。ワンワン、ツーダー今シーズン11本打ってます。第3球を投げた。スラーバーボール。さあツーワン、二塁は牽制を。ここは1球挟んで投げた。どうだこれ、いやーインフィールドフライか。いやーきついか。五十嵐頼む。今日3の0でも2割4分3人ってことは、西理論でいくとあと1本出ます、ヒットが。次はヒットになります。2割5分を打ってるバッター4回に1回ヒット打つんですよ。ワンツー追い込まれた。あーこれは打っただけ。2桁勝利ならず。いやー福田のホームラン、いやーホームラン2本になりたか。そうか、いやー宇山の10勝がなかなか10勝遠いのー。さあ6位、まあ、まだね、今シーズンは良かったわ。うん。悪くない。はい、年間表彰まで、飛ばしてきました。さてさてさて、成績の方を見ていきますか、まず。ざっくりと見ていくと、まずこれベストオーダー見ますか。投手メンバーで言うと、宇山くんで、18歳の田尻が4勝。で、他は、小原柴崎と、続いております。まあ、中継ぎで言うと、堀之内くんが頑張ったかなと。で、ベストメンバーオーダーで言うと、こういうメンバーですね。
宇田くんを1番に置いて、西原が基本2番で、7番に長谷くんを置いてますね今回は。でツールッターが頑張ってたんで、8番から6番まで上げました。まあこう見るとやっぱりこの田上を軸にやってきた中で、奥井のこの30本近い、打撃は魅力的なんじゃないかなと。で成績の方を、じっくりと見ていきますと、宇山くん、9勝10敗で、神田くんが4勝10敗ですね。で、吉住くんも4勝13敗、小原5勝12敗、柴崎4勝11敗の、田尻が4勝5敗と。で、秋吉くんがこれ中継ぎで6勝ですね。結構投げてますね、この子。ルーキーながらも。28歳。まあ本当は28歳なんでもっと頑張ってほしいんだけど、まあ中継ぎで頑張ってくれたんで、まあ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 。で、他で言うと、工藤、久我、堀之内。ここら辺がよく投げたんかな。で、飯岡くんが今シーズンはダメダメでしたね。5.75。全然ダメですね。あとはこれぐらいかな。このような風になっております。で、完封完投は、神田が初完封を上げてるんだ。なるほどね。まあ、こんなような感じになっております。打者で言うと、田上が初の3割超えですかね。いや、田上いいバッターになったよね。ミート B、ほぼパワー B。この田上を、次は外野に持っていきたいんで、来年は外野適正もっと上げようかなと。で、西原くんが2割9分3人、2ホーマー、38打点、15盗塁。多分15盗塁のこの盗塁数はあまり良くはない。まあ6割あんな。まあアヘタンやろうと言われたらそれまでなんだけど、まあまあアヘタンでも打てば OK です。鶴田が DDFBS まで上がってます。なんかもともと捕手だったのに、いつの間にかなんか立派なサードとしてこう頑張ってくれてるのが、なんともね、感慨深いところがありますね。 OPS 言うとサインですからね、立派です。で、URA 2割5分8厘、5ホーマー、34打点、19盗塁。ちょっと怪我、1ヶ月の怪我で走力が下がっちゃったんだけど、まあ、ミートがその分上がってるんで、打率が上がったよと。あとで言うと、瀬戸くん2割3分9厘、10ホーマー、46打点。まあ、この子もうちょっとできるんじゃねえかな、と思いながら、来年に。まあ、瀬戸くんね、疲れでね、だいぶ弱ってたんで、瀬戸くんともう一人ぐらいなんか、いたらいいよね、選手が。はい、奥井くんはですね、まあ、このような成績、2割4分28本、98打点。まあ、750と OPS も悪くない。長打率、出塁率も、決して悪くない。まあ、田上くんに次いで2番目にいい、選手となってくれました。いや、いいっすね、奥井は。まあ、来年はもっと打率上げて2割5分35ホーマーとか、うん、それぐらい狙ってほしいね。4番に置いてもいいかもな。田上くん3番5番に置いて、奥井4番に、置いてもいいのかなと思います。で、長谷くん、2割13本、47打点、10盗塁。この未完の待機具合がたまんないよね。でも昨年よりももっと上がってるからね、成績が。このまま頑張ってほしいね、長谷には。
いや本当に頑張ってほしい、純粋に頑張ってほしい。で他で言うと五十嵐くんとかが、能力覚醒で結構能力上がったよっていうのと、ユーザーワーくんが、切り札枠で2割5分7厘4ホーマー、立花、尾上、相沢と、相沢がね、今年からちょっとユーザーワーくんの守備固め要因に、なっちゃってるんで、どう来年巻き返すか。で西田くん、ミセくん、トムカ、トカノくん、タノイくんと、まあ、こんなようになっております。で、リーグ成績で言うと順位表41勝98敗、初の40勝超えですかね。勝率も2割9分5厘、来年3割5分越したいね、3割5分、そこが目標かな。で打率も2割5分超えていて、これこのままいけば来年には100打点、100本塁打いくんじゃないかな。もうちょい得点とかヒットが欲しいけど、まあ防御率がまだまだ課題だな。やっぱ投手陣だな。まあそれではやっていきますか。さあ今シーズンは特にいないと。長谷と鶴田が、お、長谷くん取ったか、ゴールデングラブ、いいね。鶴田が3年連続ゴールデングラブかな。さあ長谷くんはここからずっと取っていってもらいたいけど、どうなることやら。さあドラフトやっていきますか。今年のドラフトはね、途中まで見てたんで、まあ、ある程度分かってるんですけども、まあ、このね投手陣の方で一人おっていう選手がいて、この七野くんが二刀流で150キロフォーク4カーブ3でコントロールもいいんで、ちょっとこの子を取りたいなと思いながら、パワーが出ないのがちょっと痛いんだけど、まあ、ただパワーなくても他は普通にあるんで、まあ、投手としても育ててもいいし、野手としてもある程度育ててあげてもいいのかなと。あと誰かいるんかな。あとは高谷くんとかかな。高谷くん、足原くん、うん、まあ二刀流のこの子確定かな、投手陣では。野手の方で言うと、おお宮里、まあただな EDBAB か。お、高校ナンバーワンショート、なんかいい感じのショートが、なんかショート多いんだよな。ただ小山宮城ちゃんも、あ、岡島ファースト EDE、 いいな。で清宮二世もおると。長吉ナンバーワン内野手、あー辻くんもサードか。明石、堀尾、なんか結構小粒だねみんな。え、この小橋くんとかさ、なんで何も持ってないの。絶対にこの子いい子やん。まあ、やっぱり七野くんかな。これはドラマン確定だな、さすがに。二刀流っていうのも含めてミーハーの長さ足りますけどね。 6?6 か。いやーこれ取れるか、どこだろう。よし決めた。左から2番目行こう。頼む取らせてくれ。あー無理か。どこ行った。横浜 DeNA、
横浜 DeNA 行った。これどうしよっかな。誰届くかな。あと言うて、宮里とかかな。でも宮里正直いるかって言われたら微妙なんだよな。この子サードしか守れないから。小山取ってもいいけどね。小山、岡島くん取ってもいいな。明石、あーでもセカンドだもんな。小山取りたいけどな。小山取ってどこ守らせんのっていう。やめとこうか。小山はな、誰なんだ。またなら、とりあえず高谷くん取ろうか。三方向あるこの高谷くん。オッケー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 。あ、小山捉えた。小山捉えて、宮里も捉えたね。オッケー。なんでファースト取ろう。岡島くん、岡島くん右投げ両打ちか。なんかあんまり良くなさそうなイメージがあるな。辻くんファースト守らせてもいいけどね。あ、でも辻くんより岡島の方がミート高いな。岡島行かせよう。さあ岡島くん取りました。次は誰かいますか。土井くん。え、長崎じゃなくて小橋まだ捉えてないの。え、小橋取りてー。あと投手陣なんか穴場な選手はいないかな。あー、誰もいないんだ。もうえ、なんか小瀬村くんとの星を取りまくる。まあ、新村くん取ってもいいか。新村くん外野兼ファーストでもいいし、結構外野も穴場は穴場なんだよね。いやー、小橋取ってあげて。マジで小橋誰か取ってあげてよ。あ、これ多分取らないタイプかな。え、もったいな。オッケーです。まあ、これぐらいですね。特に他に取りたい選手がいないかな。これぐらいだね。うわ、小橋、ドラフト漏れた。そっか。へぇ、隠れてたんだね、あの子。ちょっと能力見てみますか。高谷くん、逃げ玉ポーカーフェイス、全然悪くないですね。高谷、むしろいいぐらいの能力を持ってます。で次は、小瀬村くん、プレヒッター、キャイー、まあキャイーはしょうがないんだよね。あとは、岡島くん粘り、いいね。岡島英二君は普通になんか初めから使えそう。え、二村君も、あ、二村君いいじゃん、結構いい感じ、積極守備で。最後取った氷川君。いやー、まあファーストで言うと何人かいるんだけど、まだまだあの確定ではないんで。
まあこれぐらいですかね。で、横浜行った二刀流の子はどんな能力なんや。146キロか。あー、ミート B 確定でけー。特能は特にないと、うん、なるほど。はい、それでは今回はここまでにしますか。早いかもしれないけど、ちょっとサクッと終わりましょう今回は。また次のパートはどっかで、そうだな、開幕戦ぐらいからスタートすると思うんで、どうかよろしくお願いします。はい、それでは皆様、今回はここまで。グッバイグッバイバイ。